はい、皆さんこんにちは。ネット物販講師の黒沢です。今回は理想の買い付けは長篠の戦いの三段打ち方式という話をさせていただきます。特にネット物販を始めて最初は飛行機便で買い付けをするのが普通なのですが、だんだんと船便に移行していく方が多いと思います。なぜならば船便ってコストがめちゃめちゃ安いからです。具体的に例えば飛行機便で47万円ぐらいする買い付けを船便にすると31.5万円ぐらいで済むっていうこともザラにあります。 1.5 倍ぐらい安くなるイメージですよね。こういったことを勘案すると、おのずと船便に移行していくセラーの方が多いんですが、船便はその分時間がかかります。飛行機便は2週間程度で中国からアメリカまで商材が届きますが、船便は2、3ヶ月、場合によっては3ヶ月ちょっとかかるわけですよね。ここで一つ目のポイントなんですが、船便で買い付ける場合は今必要なものではなく、3ヶ月後に必要になってくるだろうものを買い付ける必要があるわけです。よって3ヶ月後から逆算して何を買い付けたらいいかを見極める必要があるので、テクニカルな買い付けと言えると思います。また3ヶ月後の市場がどうなっているかということを予測するためには、少なくとも春夏秋冬1年間はネット物販の経験を積む必要がありますし、そもそもまだ売ったことがない商品をいきなり船便でドカンって買い付けるのは売れるかどうかわからないので、すでに売っている商品で売れているもの、レビューがついているものを船便でドカンと買い付ける方がリスクは当然ながら軽減されます。これに関連したこととして、ネット物販というのは5月を皮切りにどんどんと購買欲が上がっていって、9月のバックトゥースクール、アメリカの入学式始業式のシーズンですね。そして10月末のハロウィン、感謝祭、クリスマスと10、11、12は3ヶ月商戦とも呼ばれているぐらい1年で最も商材が売れる時期ですから、その波に乗ろうと思ったら船便の場合5月6月から動き出さないと遅いという話になります。そういった意味でも船便はそれまでにどれだけ実績や経験を積んでるかが物を言う買い付け方法になるということです。ここからが本題なのですが、長篠の戦い三段打ち方式というのは、昔の鉄砲は弾を込めて撃って、その後また撃てる状況になるまで時間がかかったので、3人が縦列になって並んで、1人が撃ったらぐるんと順番が変わって、次の人が撃って、またぐるんと順番が変わってっていうことを繰り返すことによって、3人が間断なく射撃をするっていうことができるやり方なんですが、これがまさに船便での買い付けなんですね。船便で買い付けました。その商品が届くまでで3ヶ月かかります。そして3ヶ月後に届いた商品がそれなりに波に乗るためには 1、2ヶ月は少なくとも必要な場合がありますから、それを考えると、船便で買い付けてその商品が届いて売れたから船便でまた買い付けるっていうやり方を行っていると、ペースとしてはどうしても不安定になってしまうんです。よってここが難しいところなんですが、船便の買い付けを行ってその商材がまだ届いていないタイミングで船便の買い付けを行う、この船便をずらしながら徐々に行っていくっていうやり方が一番理想的かつ安定的な供給と売り上げを上げることができます。ただここでまだ買い付けて販売開始していない、要するにどんぶらこっことまだ海の上を荷物が輸送されている段階で、なぜもう一度船便の買い付けができるのか、これは決して不合理なやり方ではないんです。なぜならばこのタイミングで買い付けた時から 1.5 ヶ月後に買い付ける場合、 1.5 ヶ月間で何かしらの変化が起こっているからです。例えばこのタイミングだとあんまり売れていなかった商品が 1.5 ヶ月後に動き出しただとか、このタイミングだとあんまり売れていなかったバリエーションがこの 1.5 ヶ月間の中で思いっきり売れていって在庫緊張になった、その場合最初のタイミングで船便で買い付け損ねていた商品を買い付ける必要性っていうのが必然的に出てくる可能性が高いです。ネット物販始めて最初の頃はどうしてもコストよりも速さを重視してエア便で買い付けをしていくって流れで間違いはないんですが、このやり方だと買い付けてその商品が売れて、また買い付けてその商品がある程度売れてを繰り返していくやり方なので、嫌な言い方すれば自転車操業の状況なんですね。だからこそ船便に移行するわけですが、船便に
に関しても一回買い付けた商品が売れてしばらく経ってから船便でまた買い付けるっていうペースなのであれば、エア便の自転車操業と大して変わらないような状況になってしまいます。そこで船便でずらしながら買い付けをしていく流しの戦い方式で買い付けをしていって、ただしどうしても船便だと時間がかかってしまうので、今すぐ入れないとまずいぞっていうタイミングが出てきた時だけエア便で継ぎ足していく、必要最低限の量だけ継ぎ足していくっていう流れで進めていくことを私はお勧めします。もちろん船便ではなくエア便で長篠の戦い三段打ち方式で買い付けていってもいいんですが、エア便はとにかくコストが高くなってしまいますから、商売として発展させていくためにはコストをどれだけ削減するかが命なわけなので、エア便ではなく船便での三段打ち方式に徐々に移行していくっていう流れが良いかと存じます。今回の動画参考になった方、よろしければ高評価チャンネル登録いただければ幸甚です。最後までご清聴くださりありがとうございました。